はい、すいません、ちょっと久しぶりの更新になってしまいましたが、まずはこれからですかね、バー三代目蒲田店の店長の、スーパードミネーターさん、について、一応ちょっと、ご報告をしなければならないことがあります。すでにね、ちょっと本人のツイッターのアカウントの方から発信がいろいろされてるので、それがその、リキさんっていうカメラマンさんですかね、ドミネーターさんとそのリキさんって2人で組んで、そのドミネーターチャンネルをやってるんですけど、そのリキさんの方がログインして、現在の状況等を書いています。で、今の現在の状況としては、連絡がつかなくなっているという状況のようです。で、そうですね、とりあえずそれでちょっと店が開いてないと、で、その営業予定だった日にもちょっと、来なかったので、営業ができなかった、ということみたいです。で、それでちょっと、リキさんの方と昨日からいろいろと連絡を取っていて、で、その、状況を調べました。で、まず一つは、逮捕はされていないようです。警察署に問い合わせを、しましたが、逮捕はされて、いませんでした。で、TikTok かな、その本人が TikTok にログインしていて、その TikTok の方を動かしているので、普通にシャバにはいると、シャバにいて携帯は触れる状態にいるということみたいです。ただ、その居場所がわからないのと、誰とも連絡が、つかないので、接触することが今できない状態、となっています。はい。で、そうですね。あとはあれか、ちょっと複数の金銭トラブルが、あったみたいで、そのカメラマンのリキさんから655万円と、あとはその、アンジェリックグループっていうその、創業者、のその M さんという方から400万円か、なので、合計1055万円か、お金を借りていると、あと複数、他の人からもお金を借りていると、いう状況で、その支払い日がその15日だったのかな、それがあってから連絡がつかなくなったということみたいで、そういった複数の金銭トラブルを抱えて、いたようです。で、一応その店の方、バー三代目蒲田店の、方としては、現在ちょっと状況は調査中ですが、現状そうですね、本人に話を聞かないと、どうしようもないので、現状はちょっと調査中ということですね。とりあえずその彼がちょっと連絡がついて、彼と話ができるまでは店が開けられないので、当面の間、バー3代目蒲田店は、休業と、させていただくことになりました。お客様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。はい、ということで、とにもかくにもちょっと本人と話をしないと、どうにもならないので、ちょっと警察にも行ったんですけども、ちょっと警察も対応できないっていうことだったので、ちょっと今どうにかして、本人と接触する方法を探しているところです。で、ちょっと関係者、で、今捜索をしているので、また行方が分かった、連絡がついた、本人を見つけと等々、情報がありましたらまた発信をさせて、いただきたいと思います。そうですね、まだちょっと、トラブルの全容が分かってないので何とも言えないところではあるんですけども、6月の末ぐらいかなに1本動画を上げたんですけども、ちょっとその店が開けられないから手伝ってくれる人を探しますと、アルバイト募集ですっていう動画を上げたと思うんですけども、6月ぐらいから、ちょっと店がなかなか開けられないということで、そうですね、という状況は、それはもう、本人からもそれは、相談があったので、その運営、ちょっと誰か手伝ってくれないかということで、人探しはすでにしていました。で、それも大体、ある程度決まってるところがありまして、それをちょっと発表いつしようかなって思っていた段階だったので、特にその、3代目蒲田店の運営、としては、一応もうその、彼以外の人をもうその、に入ってもらうっていう、もう予定があるので、それがもろもろ状況が整ったら予定通り、入っていただいて、営業は再開するという形で考えています。なので、ちょっと彼の処遇をどうするかっていうことについては、話し合いをして決めなければならないんですが、それもまた決まったら、ご報告します。はい。
まあ、ただそうですね、金銭トラブルはありますが、特に現状把握している範囲では、まあ、特にまあ違法行為が何かあったというわけではない、し、まあ、その店との間に、まあ、何かトラブルがあったわけではない、その、まあまあ、バー3代目株式会社と、まあ、彼の間に、まあ、は特にトラブルは現状ない、状況なので、まあ、特に、うん、何かすることはないかなと、まあ、ちょっと状況の調査と、あと本人からの聞き取りをしなければいけないんで、まあ、それが分かったらまた、ご報告してます。すいません、本当に、またトラブルかという感じかもしれませんが、一応現在の状況としてはそういう感じです。また分かったことがありましたらご報告させていただきます。本当にお騒がせしてしまい大変申し訳ございません。また状況がありましたらすぐにご報告いたします。